16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。はい、どっちの、はい、どっちからどっち、この青い方の方ですね。はい、じゃあこの、はい、ね、はい、とこさん、中身、高さ確認しましょう。はい、チャック開けてください。はい、はい、これすごいですね。表面、上の方が黄色い柔らかいソフト層という感じです。そうです、黄色のふわふわのスポンジが入ってます。これを、柔らかい層ですね、正反対さんの、はい、柔らかい素材が上に2枚入っています。はい、結構しっとりしてますね、なんだかね、弾力性はあります。うんうんうん、ここがですね、頭の置いた時にゴチンと硬くないように若干柔らかい部分です。はい、はい、でその下にこのミックス、カラフルな色のものがありますね。はい、バーブル模様みたいなね。はい、上の厚いのが35mm、 35mm、 はい、下が 1.5cm、 1.5、 はい、そうです、2枚あって、その下に硬いシートが入ってます。硬いシート3枚、3枚入ってます。で、はい、はい、ミックス、カラフルな層はクッション層といって、寝返りを打った時に、頭がしっかりと支えつつも少し動けるようになっています。で、この一番下の3枚はアジャスターといって、高さを調節するための5ミリシートです。はい、大丈夫ですね。トコさんは60ミリという高さで寝ていただきたいので、はい、よろしいですか。はい、10ミリ、20ミリ、10、20、はい、35を足して55ミリ、55、はい、トコさん、これ抜いちゃいましょう、薄い方。こっちを抜いちゃうのね。はい、そうです、取ってください、はい、これを抜きます。よいしょ、なるほど、はい、残しておいてくださいね。はい、はい、そうです。そしたら最後にここに2枚アジャスターシートを入れます。はい、ここは2枚ですね。じゃあ1枚抜いちゃうってこと。ごめんなさい、2枚抜きます、2枚抜きます。2枚抜くのね。そうです、この一番下の硬いのをね。そうです、2枚抜きます。はい、そうすると今、10、10、35で45で、はい、これが5ミリ。そうです、55ミリと60ミリです。大丈夫ですか。はい、10、大丈夫、これで合ってる、35、5ミリ、バッチリ、それで合ってます。大丈夫、はい、60ミリです。はい、で高さ調節用のアジャスターはそれとは別に1枚準備しておきましょう。はい、大丈夫、これね、はい、1枚、はい、はい、ありがとうございます。私だいたいだから158センチで、はい、まあ、あの中肉中背の女性の感じで、このこんな感じ、ちょっと皆さんにね、参考にしていただいた、体格で変わるらしいんですけど、女性はまあ大体このぐらいがあれかな、はい、はい、と思います。ただ、はい、子供申し上げたように、敷いているマットレスとの硬さのマッチングがありますので、そうですね、はい、はい、では、はい、これをセットしてください。はい、この硬い方を下ですね。硬い方が、接地面で、そうです、ふわふわが、で、これがね、ファスナー側が頭の上で、こっち側の輪になってる方が首側。おっしゃる通りです。あと、私なんか販売員できるんじゃない。ありがとうございます。中身はこんな感じで、黄色いのが垂れてるのが、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと、もうカデが脱いじゃうわよ。はい、はい、どうでしょう。ありがとうございます。首の付け根にしっかりと当たるように入れてください。ここをね、よいしょ、こんな感じ。そうです、
はい。あ、手を下ろして膝を伸ばします。はい。手を伸ばしてください。はい。はい。クスしてください。はい。これからですね、トコさん自身の感想と、私が客観的に見た首の角度などで判断していきます。はい。上向きで、喉お苦しくないですか？喉大丈夫です。大丈夫ですね。はい、上向きで大事なのは、喉が苦しくないこと。喉頭、はい、頭の後ろが硬くないこと、いかがですか？あ、これ、すごいね、柔らかい。よかったです。バッチリです。はい。はい。首が緊張、突っ張った感じはないですか？首がどうかな？特におつらいとか言ったんだ。特にないです。ないですね。ありがとうございます。はい、では、そのお近くに、準備したアジャスターシート5ミリ。これ、肩の下にピッと入れてください。はい、ちょっと一枚入れてみますね。よっ。そうした時に、今伺った3つのこと。喉が苦しくないか、頭が硬くないか、首が突っ張らないか、どうですか？あのですね、ちょっとね、息の通りが、はい、ちょっと苦しくなりました。わかります。実は私からも見えてるんです、うん、あ、本当に？はい、喉がちょっと詰まってまいりました。喉がね、ちょっと息が通りにくい感じだから、なんかこう顎もこうギュッてなった感じがします。はい、その通りです。後頭部、頭の後ろ、ちょっとさっきより圧迫感ないですか？そうですね、なんかさっき私ふわっって言ったのが、それがちょっと感じられなくなりましたね。わかります。よくわかっていただいているので、首の張りは辛くないですか？首もだから息が苦しいので、自然となんか首もなんだかなっていう感じですね。緊張がありますね。はい、はい、わかりました。トコさん、そのままですね、両手、両腕を胸の前で鎖骨と鎖骨を触ってください。そうです、 OK。 鎖骨と鎖骨、はい、はい、でお膝を立てましょう。はい、はい、そのままコロリッと私の方を左向きしてください。コロン。そうです。今これからですね、横向きチェックをいたします。はい、はい、横向きで一番大事なことは、首のこの左右の筋がありますが、これが突っ張らないことが大事なんですね。はい、おー、そうです、そうです。で、私から見るとトコさんの頭が少し上の方が持ち上がってるように見えるんです。ちょっとあの自分で分かんないです。分かんないですか？はい、うん、少しですね、でもここの筋がちょっと浮いてるかなって、はい、浮いてるかなと。分かります。うん、ほんのわずかに少し高いんじゃないかなっていうふうに客観的には見られるので、ね、今首を突きました。はい、次にですね、うん、下に入っているほっぺたのあたり、うん、頬のあたりですね、この圧迫感、うん、ちょっと押される感じはございませんか？押されてます。ありますね。うんうん、上向きでもちょっとあ、すみません、上向きでも先ほど喉がお苦しいし、うん、横の肩が圧迫されるので、うん、横向きになったまま下、一番下の先ほど入れたシートをパッと外していただけますか？せーの。はい、どうぞ。よいしょ。ありがとうございます。どうでしょう、首がリラックスしませんか？楽になりました。顔、いや、これたったこれだけをね、どうです、なんかこう外しただけで楽になりましたって、嘘でしょって見てる人思うかもしれないけど、いや本当にね、ああよかったって思うの。おしゃれですね、楽楽。私から見ても、うん、なんとこんなに離れているのに、横向きでお体の軸が
寝てるお布団面と平行になってとっても綺麗な横向きになっているんですね。あ、そうなんですね。だから私の体も楽に思うんですね、はい、ここね、ここがね、そうです、ね、はい、おでこ、鼻の頭、うん、顎、うん、そして胸の真ん中、この直線が床と布団を平行になっているっていうことが大事です。だからあんまり高いとこういう風になっちゃってこう平行じゃないですね、はい、頭がぐーっと持ち上がってしまいます。こちらはい、あ、楽ですと思います。で、これで終わりではないんです。最後にこれで終わりではない、最後がですね、一番大事な寝返りチェックをやってみます。はい、はい、もう一度上向きに戻っていただいて、はい、右左右左、上向きに戻る寝返りをやってみてください。はい、それね、先生のことの計測でもされるんです。やっていただいてバッチリですね。今とっても、これがね、本当にあのこの動きをね、私みんなにしてもらいたいなと思って。ありがとうございます。なんか普通の使ってる枕だとね、こんなにね、軽々寝返りできないんですよね。そうですね、うん、そうなんです。いい、快適です。戻っていけるじゃないですか。うん、トコさん、ちょっと面倒なんですが、枕の一番下のシートを1枚抜いていただけますか。すいません、これ、そうです、そうです、その中をチャックを開けまして、うん、一番下のアジャスターシート、硬いシート、はい、はい、それをピッと1枚抜き、これ抜いちゃいますね。はい、はい、これで枕が55ミリとなりました。55ミリ、さっきから5ミリ、はい、抜きましたよ。はい、これで頭の下に置いていただいて、柔らかい方上ですよ。はい、はい、同じように寝返りを2回やってみてください。あ、力がいる。腰に力がいりませんか。あの、ここ今ね、下半身使ってね、はい、よいしょって動いてますよ。はい、え、さっきはコロンコロンってできたのに、はい、もう腰に大きな力を入れて、よいしょって寝返り打つようになっちゃうんですね。そうですね、本当、はい、違いますよね。違う、はい、上半身を回転するのが遅れているのがよくわかります。ああ、そうなんですね。はい、うわ、うん、勢いつけないとね、戻ってこれないですもん。その通りです。つまり1回の寝返りに使う労力が増えると、一晩に20回から30回寝返り打つわけですから、どれほど力があって朝疲労してしまうか、はい、これが疲労。なるほどね。はあ、じゃあなんかもう、はい、寝た分に疲れてるっていうのはそういうことなんですね。そういうことなんです。これ1枚抜いただけなのに。そうです、トコさん、その1枚中に入れなくていいので、はい、もう一回頭の下にちょっと挿入してみていただけますか。枕の一番下ピッと、はい、あのカバーの外で結構です。はい、はい、じゃあそれでもう一回だけ寝返りお願いします。よっ、おお、軽い。軽いですね。なんかね、あの、体全部が一緒にコロンっていけるんですよ。はい、その通りなんです。さっきは4ってやってたけど、はい、すごい、はい、5ミリ、ただ5ミリされど5ミリなんです、ね、でしかもその硬さが全部こういろんなその役目を担っているってことですね。本当にそうですね。うん、のトコさん、プロのようで、私たちの枕診断士ができそうなぐらい枕を理解していただいて、今度ちょっとぜひ、はい、ぜひ、トコの枕診断、はい、トコさんの枕診断ができオンラインでできそうです。本当よ、あのほらね、あの、あんまりたくさんの場所でやってらっしゃらないから、はい、ぜひね、そうなんです。ところが限られていますので、九州でぜひ。そうね、ちょっとね、はい、ありがとうございます。やっぱなんか久しぶりになんかこういろいろ
ちょっとした本当にこの5ミリね、これをこう抜いたり外したり、はい、これが下に入ることで、はい、寝返りもコロンコロンって ね、いくようになる、違うということが、はい、分かっていただけたと思います。だからこれね、ちょっとぜひぜひ皆さんに体験してもらいたいですよね、はい、そうですね。あのさなか、もう本当に外出もはばかられる皆さんが、心も体もいろいろ長い期間のこのコロナの、外出禁止で疲れているところ、私は一人でも多くの方に、良い睡眠姿勢で寝ていただいて、良い睡眠をとっていただいて、免疫力をアップしていただければと思っています。はい、私結構15年使ってきてて、なんだかこれがなくては私の人生はね、過ごせないわっていうぐらい、やっと出会えた枕なんですけれども、それがまたね、うん、本当にコンパクトな形で、はい、ね、ちょっとこう手に取りやすいお値段なのができたので、ぜひ皆さんも体験してみてください。ありがとうございます。ますますご元気、お元気でご活躍ください。 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。